お元気ですか？ペルシアンと申します。今回は BBM 女子プロレスカード2021の今度は、後編の10パックをね、開けたいと思います。前編だけでもね、3枚の直筆サインカードが出ましたのでね、この承知でね、どんどん直筆サインカードをね、出したいと思います。それではいきます。まずはですね、1袋目開けたいと思います。おっと、失礼しました。はい。それではいきます。進藤美琴選手でございます。で、小林、加穂選手でございます。加藤園子選手でございます。加藤園子選手はね、存じております。で、EDA、綾野選手でございます。で、原宿ポム選手でございます。で、マリ万事選手でございます。はい、以上でございます。続いてね、2袋目開けたいと思います。はい、マリ選手でございます。桐生真宙選手でございます。で、チェリー選手でございます。で、これが桃の美桜選手でございます。で、三浦亜美選手でございます。で、宮本萌歌選手でございます。はい、以上でございます。続いてね、3袋目開けたいと思います。はい、まなみ選手でございます。ラク選手でございます。で、チェリー選手でございまして、直筆サインカードですね。これはね、万円と、これは嬉しい人いるかもしれませんね。ゆきひまや選手の、直筆サインカードでございます。で、こちらがですね、100分の72でございます。で、渡辺智子選手でございます。はい、渡辺智子選手はね、存じております。で、ハイパーミサオ選手でございます。はい、以上でございます。続いてね、4袋目開けたいと思います。はい、リンリン選手でございます。上福ゆき選手でございます。ラク選手でございます。猫春菜選手でございます。で、松本、宮古選手でございます。で、ゆきひまや選手でございます。こちらがね、ベビーフェイスの時のね、ゆきひまや選手でございます。さっきのはね、ヒールの方のね、ゆきひまや選手でございます。続きましてね、5袋目開けたいと思います。藤田茜選手でございます。野崎渚選手でございます。中森花子選手でございます。で、桃の美桜選手でございますのカードでございます。マドレール選手でございます。で、誠選手でございます。以上でございます。続きましてね、6袋目開きたいと思います。
谷桃選手でございます。これがクレア選手でございます。和波選手でございます、ね、で、山形優選手でございます、はい、で、米山香里選手でございます。米山香里選手はね、あの存じております。優選手でございます、はい、以上でございます。続いてですね、7袋目開けたいと思います。ですね、高瀬美幸選手でございます。ミー選手でございます。高崎由香選手でございます。中島有沙選手でございます。中島有沙選手はね、あの存じております。松屋宇野選手でございます。ヤッピー選手でございます。はい、以上でございます。続きましてね、8袋目開きたいと思います。はい、さき様、さき様選手のカードですね。はい、花ほのり選手でございます。で、懐かしい選手来ましたね。ダンプ松本選手でございます。はい、で、本間大選手の、カードでございます。はい、松本ひどよ選手でございます。松本選手は存じております。で、帯広さやか選手でございます。帯広さやか選手もね、存じております。続きましてですね、9袋目開けたいと思います。はい、響選手でございます。で、谷桃選手でございます。で、りんりん選手でございまして、で、直筆サインカードが出ました。で、こちらがですね、入江彩乃選手の直筆サインカードでございます。で、こちらがですね、100分の19でございます。で、よしこ選手でございます。よしこ選手はね、存じております。岩田理香選手でございます。以上でございます。そしてね、ラストのね、10袋目開けたいと思います。ですね、これがはるかつくし選手でございます。で、テケラ選手でございます。で、メイサン・ミッシェル選手でございます。桜井、これは優子選手でございます。桜井優子選手です。で、山下里奈選手でございます。山下里奈選手は存じております。で、最後はですね、新井瑞香選手でございます。以上でございます。以上で BBM 女子プロレスカード2021の開封動画を終わらせていただきたいと思います。で、私はね、最近はあまり女子プロレスはね、見ることはないんですけどね、女子プロレスファンの方にとってみればね、結構最高になってくればありがたいなと思っております。で、このね、直筆サインカードをこれ2枚出ました。まずはこの入江彩乃選手の直筆サインカードと、このね、ヒールの方の幸妃麻耶選手ですね。はい、前後編合わせて5枚の直筆サインカードが出ました。で、またね、お金と相談してね、またこういう開封動画やりたいなと思ってます。で、次はですね、開封動画は、4月30日の方を予定しております。で、それまでね、こういうのは
しばらくね、お休みさせていただきたいと思います。ご了承ください。なおですね、プロ野球チップスカードに関しましてはね、これまで通りね、続けたいと思っておりますので、そちらの方をぜひよろしくお願いします。以上でございます。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録ぜひよろしくお願いします。それでは失礼します。ペルシアンでした。どうもありがとうございました。